今日は VTA ライセンスってなんだ ?VTA ライセンス違反してませんか?って話です。はい、こんにちは。あるいはこんばんは、黄昏くん。今日は VTA ライセンスってなんだ ?VTA ライセンス違反してませんか?って話です。ちょっとね、仕事で関わって VTA ライセンス非常に混乱した、いや、問題のあるライセンスでした。ですね ちょっと仕事の情報で、派遣で仕事で先に出てたんで、細かい情報を引っ張ってきちゃうわけいかなくって、そういうのが今の時代当たり前なんで、で、ちょっと正確な情報が、ね、細かい文字としての情報とかはないんですが、ちょっと VDA ライセンスっていうところの話をします。はい。で、この VDA ライセンスに関してなんですが、もし取り扱う場合には、基本的にはマイクロソフト自体では問い合わせ対応も基本していなくて、全部販売代理店に任されています。っていうところで、販売代理店にちゃんと確認してください。今回自分も確認していることなんですが、とはいえ、要はこんな動画を作ってるのは何でかっていうと、明確な回答っていうのが、最終的には明確な回答としてもらってますが、本当に本当なのと、なんか二転三転するというか、最初全然的確じゃない答えが何度も返ってきてた。で、1ヶ月以上にわたって問い合わせたっていうようなことなんで、購入の時には改めてちゃんと確認してください。自分みたいに IT で長年やってても VDA ライセンスって聞いたこともない人もいるかもしれないんですが、さて、今日は、これですね。VDA ライセンス。バーチャルデスクトップアクセスライセンス。仮想のデスクトップにアクセスするライセンスですね。説明するのは VDA ライセンスとは、ちゃんと細かい説明していくとね、ちょっとややこしいライセンスで大変な話になっちゃうんで、概略簡単なところの話と、あと仕組みと必要なライセンスの話で、あと仮想マシンの OS がどうなるのっていうところがちょっと自分は一番引っかかっちゃったところです。 VDA ライセンスって一体何なのかっていうと、これです 下は、Windows 端末に Windows 端末からアクセスするっていう場合、この場合、リモートデスクトップって機能を使うと、無償の機能でね、アクセスすることができちゃいます。で、この時は VDA ライセンスというライセンスは必要ないです。ただ、この上の方の図、仮想ホストマシン上、サーバー上ですね、に仮想マシンとして Windows 10を入れた場合、それに Windows 10からアクセスする、ちょっと概略の話をしてますが、この場合には VDA ライセンスというライセンスが必要になってきますというところの話ですね。で、これひょっとしたら、技術者、なんなら仕事で使ってるでも知らずにライセンス購入せずに使ってる人がいるんじゃないかなと。で、これ購入せずに使うことができてしまうものです。で、VDA ライセンスっていうのはですね、非常にややこしい話がいっぱいあるんですが、例えば接続元の方は Windows 端末に限らず Android とか、その他のデバイスも使えるということですね。1個ライセンスを購入すると、接続元は複数のデバイスから接続することができると。で、なおかつですね、接続先の仮想マシン、1個ライセンス購入すると、接続先の仮想マシンが4台まで接続 OK と、しかも同時に接続して OK と、そういう使い方があるのか分かんないですが ということですね。で、4台はひょっとしたら情報古くて、今台数の縛りはなくなってるかもしれないです。はい。で、なおかつですね、先ほども話した通り、クライアントから、Windows クライアントから仮想マシンの仮想クライアントに対しての接続っていうのは VDA ライセンスを購入しなくてもできてしまいます。で、さらに、不思議なライセンスなのは、ライセンス認証という操作が何もないです。ライセンスは購入するだけですね。購入さえすれば、
ライセンスの認証とかっていう作業は一切ないです。はい、次に、こういったね、仮想マシン作った時に必要なライセンスの話ですね。まず仮想ホストマシンっていうところで、例えば、物理的なサーバーを購入して、Windows サーバーを入れると。 Windows サーバー入れたらその分の OS ライセンスが必要ですね。で、まあ、Hyper-V っていうのは無償でも使えてしまいますが、Hyper-V、はサポートを必要であれば、輸送の契約が必要になりますね。で、仮想ホストマシンの、仮想 OS ですね、このクライアントマシン、クライアントマシンを立てる場合はクライアントマシン用の OS がいります。で、なおかつ、接続元の Windows、ここ Windows であれば Windows のライセンスが必要だと。で、さらに今回言ってるのはここに VDA ライセンスが必要ですよという話なんですが、 VDA ライセンスを購入してなおかつ仮想のマシンの OS も購入しなきゃいけないのかっていうのがまずね、疑問で引っかかって、で、これを販売代理店の方に問い合わせしました。で、最初はね、全然ね、ちんぷんかんぷんな返答がね、もう戻ってこないですよ。誰もね、ネット検索してもここのね、仮想マシンの OS のことに触れてる人がいないんですよ。その OS 買うの買わないのってか、VDA ライセンス買ったらついてくるのみたいなところが疑問になるわけですよ。いや、疑問にならない人がほとんどだからなのか、ネットにはそんな情報一向なくてですね代理店に問い合わせても代理店もずっと返答があやふやで、あやふやでというかね、なんか全然的を得ない回答が返ってきてました。で、最終的に言うと代理店の返答の話ですが、 VDA ライセンスを購入すると仮想 OS 用のクライアント OS、 Windows OS がダウンロードできて、プロダクトキーもダウンロードできるということでした。ただね、これね、マイクロソフトのコミュニティ関係も2つぐらい、質問投げてるんですが、その時にマイクロソフトのめちゃくちゃ詳しいという、専門家の人たちが回答するのも、みんなこの OS のことを答えてくれない、そんなのいらないですよみたいな話をされるんですよ。そんなのいらないですよって言うけど、ここに Windows 勝手に作ったらライセンス認証されてない画面が表示されちゃうでしょうと、ある程度の期限を過ぎるとライセンス認証されてない、ね、メッセージが画面に出てしまうと、それどうするんですかっていう話をね、聞いてもね、いや、そんなライセンスはいらないですよっていう変なね、なんか全然回答になってない回答を、専門家という人たちが回答してきてましたっていうところでね、非常に悩んだところなんですが、ここのライセンスっていうのは VDA ライセンスを購入すると、ついてくるというようなことです。ただね、これね、本当に非常に分かりにくいのは、 VDA ライセンスっていうのは接続元のライセンスだという話で、書いてあるところが多くて、いろんな回答とかね、販売店の代理店の話とかでもね、VDA ライセンスは接続元の方のライセンスですよという話がある。だけどなんか、めちゃくちゃややこしいですよね。接続先の方は複数つなぐことができるとか、一体どっちにライセンスがついてて、どこに紐づいてるんだっていう情報が全然ないんですよね。で、販売代理店にそこら辺のことも聞いてるんですが、結局そういう点については全然回答なしで、まあ、必要情報として仮想 OS がついてくるっていうことが分かったんで、まあ、それで一応解決とはしたんですが、まあ、そんなことがありました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。